ハロー、オラ、こんにちは。パーカーショーの高文です。今回はいろいろなメーカーのパンデイロを叩き比べてみようという動画でございます。はい、今回8種類のパンデイロ、かなりねメーカーによって音が違いますので、その音の違いを楽しんでいただいたり、購入の参考にしていただければと思います。はい、今回分かりやすいようにですね、すべてのパンデイロで同じフレーズで叩きました。またマイクはですね、2パターンで取りました。一つはコンデンサーマイク、アーカーゲイの C414 というマイクをこのようにセットして撮りました。割と生音を耳で聞いた感じの音に近い音が取れたのではないかと思います。でもう一パターンはライブを想定しまして、シュアーのベータ 98H というクリップ式のコンデンサーマイクをこのようにかなり近接オンマイクで撮っております。でこのマイクをつけたときは、いわゆるマルコス・スザーノさんみたいなパンデイロフル奏法で撮ってみましたので、聴き比べてみてください。
はい、いかがでしたでしょうか。メーカーによってね、もう全然違ったので面白かったのではないかと思います。このパンデーロの革の張り具合、チューニングとかもね、まあいろいろやったらもっと違いが出るんですけれども、これやってるとね、結構キリがないところでございますので、今回ざっくりと、まあ、メーカー、楽器の機種によってこんだけ音が変わるよというのを聞いていただきました。またマイクによってもですね、コンデンサーマイクだったりクリップ式のマイク、このクリップがね、いい感じに、はまるものとはまらないものっていうのもあったかなと思いますので、用途に合わせて、やる音楽ジャンルに合わせてですね、楽器だったり、音の取り方、マイクの使い方なんかを研究していただければ幸いです。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を大変マニアックに発信しておりますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またメンバーシップの制度を使ってチャンネルのサポーター様も大募集しております。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、メンバーになっていただきますと大変嬉しいので、概要欄チェックをお願いいたします。また毎週日曜日に YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ご都合合わせてぜひ参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。